まちです。ケケです。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、ユニクロとグレールのニットを使った秋冬の一週間コーデをやっていきたいと思いまーす。今何ガラガラガラ。今回はこちらのユニクロの黒のタートルネックのニットとグレールの白のニットを使って秋冬のデートに着ていきたいとっておきの1週間着回しコーデを組んでみました。まあ黒タートルと白ニットってみんなが絶対に1枚を持っている秋冬のアイテムかなと思ったので、ぜひお家にある黒ニットと白ニットの着回しコーデとしてコーディネートを参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。ピンポンパンポンと、現在歯科矯正中で少し滑舌が悪く聞き取りにくいかもしれないのですが、ご了承いただけると幸いです。まず最初はユニクロの黒ニットを使ったブラウン×黄色チェックが秋らしい大人コーデ。今回はブラウンのアウターをメインとしたコーディネートにしてみました。ロング丈のディティールがたっぷりのアウターにテロッとしたサテン生地のスカートで女性らしく、今回はショートブートではなくマーチンで少しカジュアルに外してみました。黄色×チェックのミニバッグは秋に使える小物ナンバーワンです。秋冬はどうしても無地や暗い色の服が増えがちなので、チェック系などの小物は秋に一つ持っておくとすごくコーデのアクセントとして使いやすくて便利です。ゆらっと入れるゴールドアクセサリーで女性らしさもプラスしてみました。2コーデ目は黒ニットをスウェットのインナーとして使ったコーディネート。ボリュームたっぷりなオーバーサイズのスウェットは少し部屋着っぽくなりがちなのですが、中に黒タートルネックを入れて黒のスカートに黒ブーツを合わせると少しガーリーでカジュアルな印象にすることができます。これでね、部屋着らしさは一気に取っ払えるんじゃないかなと思います。バッグは少し素材にディティールがあるものを選ぶとファー素材自体がコーディネートのアクセントになってくれます。アニマル柄も秋冬には欠かせないマストアイテムです。お次3コーデ目はパントニーシャツでシックな大人カジュアルコーデ。今回も黒ニットはメイントップスではなくシャツのインナーとしてインしてみました。テロッとしたシアーのコーデュロイシャツにグレールのブラウンパンツ。このパンツがね、本当にお気に入りでね、形がめちゃめちゃに綺麗なんですよね。だから実は4色持っているくらい大好きなパンツです。足元は真っ白スニーカーで色を抜くことで全体的に重い印象にならずにバランスが良くなります。バッグはちょこんとミニサイズのビトンのバッグでいい女を演出しましょう。4コーデ目はベージュのセットアップに合わせたコーディネート。今回はジャケットを羽織として黒ニットの上に着てみました。膝ちょい上のショートパンツってこう少し子供っぽくなったりとか男の子っぽくなりがちなんですが、そういう時は長めのショートブーツと合わせると一気におしゃれに大人可愛くショートパンツを履くことができるので、私はいつも少し長めのショートブーツに合わせるようにしています。セットアップと同色のベレー帽にミニバッグ、前髪はしっかり作らずにセンター分けでおでこを出すことによってさらに垢抜け感をプラスしましょう。ここからはグレールの白ニットを使ったコーディネートをご紹介いたします。ヒョウ柄かけるミニクリップヘアでちょっぴり甘カジュなコーディネート。ヒョウ柄のアイテムは強くてきつい印象になりやすいので、小物や足元でしっかりと甘さを入れて甘いかけるカジュアルなバランスの良いコーディネートにしてみました。この黒くとしたね、黒のリボンパンプスっていう合わせがもうほんまに可愛いんですよね。なんかだいたい白くとしたかけるリボンパンプスっていうのが定番の合わせなんですが、黒かける黒の合わせをすることによってこう甘い印象になりすぎずにバランスよく足元を作ることができるのですごくお気に入りです。ミニクリップを使ったチョコンテールも相性抜群です。6コーデ目はオールブラックでシックに決めたコーディネートです。黒のロングコートに黒のショートブーツ、黒のタイトスカートでがっつりオールブラックにしてみました。どこかに柄や色を入れなきゃ全体的に重い印象になってしまうので、ミニサイズのビトンのバッグと淡いブラウンのメガネをアクセントにしました。このメガネもめちゃめちゃにお気に入りで、友達の村田凛子ちゃんがゾフさんとコラボで作ったメガネです。もう最近お気に入りで週4ぐらいでかけてます。髪の毛は一つにまとめて首元をすっきりさせて、ジャラッとボリュームのあるクリアなアクセでさらに抜け感をプラスしましょう。ラスト7コーデ目は韓国女子の友達とおめかしデートをイメージしたコーディネートでございます。韓国のおしゃれな通販サイトとかにいそうじゃないですか。え、わかるかな。共感者様はわかるのコメントお待ちしております。今回は白ニットをチックのソロペットのインナーとしてサブアイテムで使ってみました。膝丈スカートに白のショートブーツの合わせは簡単に見えする合わせ方です。そしてアイボリーの深めのバケハがね、本当に可愛いんですよね。黒と白
と2色持ってます。それぐらいめちゃめちゃお気に入りです。ツッコのサロペをコーディネートの面にしたいので、サロペ以外を全て白でまとめるのがポイントです。無駄な色を入れないことによりしっかりと統一感のあるコーディネートにすることができます。これはね、彼とのデートっていうよりは友達とおしゃれな韓国カフェでカフェラテと小さいケーキを食べて写真を撮るとき用のコーデですね。あー、韓国行きたい。エンディング。以上、ユニクロとグレールのニットを使った秋冬の1週間コーデでした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラム、ツイッターもやってるので遊びに来てね。もうね、右腕が痛いの。痛い。それではまた次の動画でお会いします。バイバーイ。ピピピインスタン、おまけおもちです。ダンダン、皆さん見てくださってありがとうございました。もうちょっとね、左腕が痛すぎて右腕で撮っております。そして腕をこう上げるのすら疲れてしまったので下から撮っております。いらっしゃいませ。ということで今回1週間コーデいかがでしたでしょうか。最近ずっとルックブックっていうコーデ動画の撮り方で撮ってたんですけど、やっぱ解説入りの普通のコーディネート動画も見たいっていうね、コメントをたくさんいただいてめちゃめちゃ嬉しかったので、今回はナレーション入りのコーデ動画を撮ってみました。またルックブックまでまた撮ってっていう意見もたくさん来ていたので、そちらも撮っていきたいなと思っているんですが、私ね、今歯科矯正していて滑舌がすごく悪いんですよね。なのでナレーション系のものを撮るのがね、みんなに聞こえにくいのかなと思って、申し訳ないなと思って撮ってなかったんですけど、今回もちょっと聞こえにくかったらね、もしこう聞き取りにくかったらすごく申し訳ないなと思うんですが、ここはね、1年はねこの喋り方でやっていかなきゃいけないので、ちょっと聞き取りにくかった方本当に申し訳ございません。もうちんちゃみやね、ちんちゃみやねを、まあ、ということでね、めちゃめちゃに可愛くて持ち的に結構クオリティが高い週刊コーデになったかなと思っているので、お家に持ってる黒ニットとか白ニットとかとこう代用してね、みんなも真似して着回せると思うので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今日も動画見てくれてありがとうございました。また次の動画で会おうね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。はい、ビッグももちですね。こんにちは。何の時間これ。いや、ここまで見てくれてる子は本当にももちのね、コアのファンでいてくれてると思ってるから、本当に嬉しい。もうみんな本当に見てくれてありがとう。最近 YouTube ライブもたまにやってるんだけどさ、みんな喜んでくれてるのかな？喜んでくれたらまたやるね。ということで、ここからの尺がいつも長いからもう切るね。ごめんね。ということで、見てくれてありがとうね。バイバーイ。